はい、どうも皆さんお疲れ様です。秀政です。本日、1月の31日お昼前になったところなんですけども、はい、バイク NMAX 僕が乗ってる、125cc のスクーターなんですけども、それがちょっと故障をしてたんで、バイク屋さんに修理の方を、頼んでましてね、約2ヶ月近くかかったんですけども、やっと修理の方が完了してまいりまして、金曜日の日にちょうど仕事帰りに、引き取りに行ってまいりました。はい、でその時に、この明細をいただきまして、こんだけ部品交換しましたよということでね、これ修理明細書なんですけども、写させていただいております。はい、で、この辺ですね、上の方からガスケットとか、あと、いろいろな細かい部品とかをね、書いていただいておりまして、シリンダー、これがお高いですね。14,300円ということになってましてね。はい、あとはその関連部品とかですね。その辺がずーっとかかっていきまして、はい、こういう感じになっております。エンジンをね、もう一回完全に下ろしまして、中をもう分解して、はい、もうやり直してると、オーバーホールみたいな感じでね、やり直してもらっております。で、ピストンとかその辺もちょっとダメだったんで、もう交換ということで、交換していただきました。はい。このようになっております。はい。エンジンオイル、冷却水、プラグも交換していただいておりましてね。はい。で、合計が、このようになっております。はい、作業工賃も入ってですね、合計がこれになりました。はい、ね、いいお値段にはなってしまいましたけども、乗り換えもちょっと検討したんですけども、修理でね、まだしばらく乗れるということで、はい、もうそのままちょっと乗り続けようということになったんで、修理の方させていただきました。はい、でこちらの方にね、ちょっとこう明細も、はい、ちょっとステッカーで名前とか、バイクショップのお名前を伏せさせていただいておりますけども、はい、8万5千円、かかっております。はい、修理代としてということでね、はい、このようになっております。はい、今までね、バイク、何台か乗り換えては来てるんですけども、ここまで大掛かりに修理したのは今回初めてです。はい、なんでね、もうちょっとこう、車体自体はすごい綺麗な状態で、まだまだね、全然そんな転倒とかも増したことがない感じですので、車体も綺麗だったんでね、もうちょっとこう、3年、4年目ぐらいだったんですけども、はい、今回エンジンの方をね、ちょっとやり直させていただいております。はい。ということでね、今回は僕が乗ってる 125cc の、ヤマハの NMAX というバイクの、修理ということで、このぐらいの金額がかかったと、修理の内容ですね、かかったということで、お伝えさせていただきました。はい、ということで、今回はこれで終わりたいと思います。はい、皆様どうもご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。